高木豊、FA 戦線を大予想。プロ野球横浜ベイスターズ、日本ハムでプレーした野球解説者の高木豊氏が2024年5月12日に YouTube を更新し、今シーズン中にフリーエージェント権の取得が見込まれる巨人大城卓美捕手の去就を予想した。今シーズン、巨人阿部慎之助監督は大城、小林誠二、岸田幸典の3捕手を併用して起用している。大城は昨シーズン134試合に出場したが、今シーズンは38試合中23試合の出場にとどまり、打率1割8分8厘、3打点、本塁打0打。大城は不振を理由に、8日に出場選手登録を抹消された。スポーツ紙の報道によると、阿部監督は大城の2軍落ちについて、一番のメインは気分転換。素晴らしいものを持っているんだから、野球が楽しいなとか、そういった原点に戻ってきてくれと言ったと説明したという。このような背景を踏まえた上で高木氏は、大注目は大城。この先どういう扱いになるかわからないけれども、例えばこの先同じようなことが起こるとすると、出るかなという感じがすると、今後の起用法次第では FA 移籍をする可能性があるとした。そして、扱いというか起用法が現状のままであれば、なかなか残って修行するというのは厳しいとし、そうしないとお金が稼げない自分の力というのも自分でわかる。働き場所を見つけて出るかなという感じはすると現実的な観点から試験を述べた。ダッツ、合格や。このまま2軍生活だと足りないやろ。権利取得してた？大城が出たら視線保守は誰になるんや？小林。やっぱり守り中止の阿部監督の性格からして小林が視線になるのか。ザクザックがずっと大城とガイが FA する、FA するって発表してるの好き。自己申告で1軍に戻してもらえるんやろ。阿部がそう言っとったで。大城なんて欲しくない。チーム内だろ森ほどは打てんだろうけど、捕手としては十分すぎる。強打の上値段もあんま高くないから。捕手にどこまでこだわりあるかにもよるよな。捕手で痛いなら巨人に残るのが一番いい。大城いない方がチーム勝ってんの不思議やな。キャッチャーは指導じゃ測れない。何かがあるのか、まあたまたまだろうけど。ゴミ大城大嫌い。小林誠二さん、イケメン最高神リード。ガチで一回は腹と相談しそうな気もする。普通に出て行って問題なし。